どうも。で、共産党さんなんですけど、護憲を売りにしている割には憲法9条のことばかり前面に押し出していて、緊急事態条項の件に関しては全然前面に押し出していないという印象があります。で、会見の一番の恐ろしいところは緊急事態条項であり、その辺あと大石さんの言ってらした大きな株のお話を思い出すたびに、共産党も、与党寄りになるのではないかという懸念が僕はあります。あと、高すぎる供託金制度についてどの政党も言及してないように思うんですが、れいわさんはその辺はどのあたり、考えてるか聞きたいです。ありがとうございます。まず供託金についてですね、皆さんご存知だと思うんですけど、選挙に出るためにはお金が必要になります。で、さまざまお金が必要になるんですね。で、中でも、登録料に近い形、入場料に近い形で存在しているのが供託金。選挙出たいですって言ったらまず金払わなきゃいけないってことですね。入場料だけです。例えば小選挙区って呼ばれるような小さな選挙区から出る前にも、これは、300万円、入場料だけで300万円。で、比例っていうのはもっとエリアが広がるものですね。衆議院では、おそらくこれは、静岡であるならばこれは東海のブロックになりますかね。この、ちょっと広い、比例のブロックで出る場合には、600万円ですか。で、参議院の全国っていう形での比例で出るのにも600万円と、とにかく巨額のお金がかかるっていうのが供託金なんですね。で、これ考えたときに、そんなお金払えるはずないじゃないですか、普通の人。無理ですよ。つまりは何かっていうと、世の中を変えたいという熱意、情熱があったとしても、そのお金がなければそんなもの叶わないんですよ。どうしてそういうものを設けてるかって言ったら、これ新規参入お断りなんです。何なんだ、世の中変えたいっつってんのか。だったらお前入場料ちゃんと払えるだろうなって。そういう仕組みなんですね。で、入場料って形で取った後にも当然お金かかります。衆議院の選挙で私が最初に出たとき、おそらく全部で3000万円近くかかったんじゃないですかね、供託金含めて。東京8区っていうところですね、杉並区っていうところで選挙に出たときに。だからまともに選挙最低限やろうと思ってもそれぐらいのお金は当たり前にかかると。もっと金かけずにできるだろうって当然なんですけど、その分やっぱり最低限の選挙を下回っちゃうってことになりますね。まあ、かなりひどい制度であることは間違いありません。で、私たち当然この供託金という部分に関しては変えていかなきゃならないという立場です。特に私たちみたいな小さな政党で数を多く出していこうと思ったときに、やっぱり供託金問題というのがボトルネックになっていくんですよね。で、特にこれまで挑戦してきた衆議院選挙、初めての衆議院選挙21年、去年にありましたけれども、そこでもやっぱりボトルネックになったのが供託金であったり、選挙に金がかかりすぎるというところで、多くの候補者を出すってことがやっぱり難しかったです。もちろんそこには野党共闘がどうしたとかっていう部分もあったんですけど、だからこそ供託金どれぐらいにするかって言ったら、少なくとも世界レベルの供託金ぐらいの金額にするべきだろうと。ってかとか考えたら300万とかじゃなくて、もうほんと3万円とか5万円とか、そういうレベルで出れるっていう形にしなきゃいけないってことですね。一方でそういうことになった場合には、何が出てくるかって言ったら、面白候補者が増えちゃうんじゃないかっていう話がありますね。選挙で遊ぼうみたいなことが結構増えちゃう可能性があると、まあ、でもそれが弊害としてあったとしても、この供託金は非常に悪い制度だというふうに思ってます。これが変えられるのはいつかって言ったら、これ政権交代してっていうことじゃないとまず無理ですね。政権交代をまずすることで、政権交代をしたとしても、その供託金に対しては、考え方は様々あるかもしれません。でも今の野党の中ではやっぱりこれ下げていくべきだっていう論調が強いと思いますけれども、はい、まずはそういうようなことが、まずは選挙制度を変えていく、それにかかる費用を抑えていくっていうためには政権交代まず必要だろうということが一点です。で、もう一つお話しいただいたのは共産党の話、まあ、よその会社の話ですから、なかなか、そのよその会社がよその会社に対してよその会社のやつらが何かしらものを言うっていうのもなかなかちょっとなんか、ごちゃごちゃした部分があるんですけれども、一有権者として見てのお話してみていいですか。共産党は護憲ですと、憲法を守ろうという立場ですと。で、何が何でも変えちゃいけないという立場であろうと思います。もしも共産党員の方がいらっしゃって、それ違うよって方がいらっしゃったら、ぜひ手を挙げていただいて、補足していただいて結構ですけれども、感覚的に見てみるとそうなのかな、そう思います。
で、その中でも特に憲法9条ということにこだわりを持っていらっしゃるということだと思います。で、一方で令和はどうなんだってことなんですけれども、基本的に憲法は一言一句変えてはならないっていうものではありません。そういうスタンスです。一言一句変えてはならないってことになると、これは議会とかそういうものが必要なくなります。宗教の経典でしかなくなっちゃうんですね。一言一句変えちゃいけないってものになると。ただし憲法を変えるということに関して、その中身は何なんですかっていうことが一番重要だってことなんです。今すぐ憲法を変えるってことは、私はそれは無理だと思ってます。どうしてか、多くの人々の中で憲法の重要性ってことが私は深まってないと思うんです。権力を縛るための鎖が憲法ですと。昔さまざまな、暴力装置としての、暴走してしまったのが、日本なんですよね。例えばですけど、権力が気に入らないものは捕らえる、権力が気に入らないものは、命さえ奪ってしまうというようなことを戦前戦中に繰り返し行ってきたわけですよね。そういった過ちを起こさないために、繰り返さないために権力を縛る、権力が権力を行使できる範囲を狭めていく、限定するっていうことで憲法が存在しているわけです。で、この憲法を変えたいということを権力者側から言ってくるっていうことに一番敏感でないといけないのが人々の側なんですよ。逆に言ったら、権力側が憲法を変えたいと言ってきたときには、泥棒が窃盗の、ルールを緩めろっつってきてるぐらいに警戒しなきゃダメなんです。詐欺師が詐欺罪を緩めろって言ってきてるのと同じレベルだと思って警戒しなきゃダメなんです。それぐらいの代物です。で、実際に自民党は憲法改正草案ってものを2012年に出してるんですね。つまりは、俺たちなら憲法をこう変えたいよっていう内容を出してきてるんですけど、ごめんなさい、言葉選ばずに言うと中身ゴミなんです。申し訳ない。で、こういう言葉使うと嫌がられる方も多いんですけど、中身見てみたら分かるよって話なんですね。ちょっと待ってね。あ、それいいよ、表紙出して、この表紙を。で、まあ、こういうようなことなんです。2012年に出された自民党の改正、憲法改正草案、俺たちだったら憲法をこう変えるぜっていうものの羅列なんですけれど、例えばですけれども、21条いこうか。はい、例えば現行憲法21条っていうのは表現の自由っていうものなんですね。で、条文を読んでみるとこういうことが書かれてます。集会、結社および言論、出版、その他一切の表現の自由はこれを保障するって書いてあるんです。素晴らしいんですよ。何かって言ったら、みんなで集まりたいんですよ、いやどうぞ集まってくださいよって、ね、グループ作りたいんです、作ればいいじゃないですかって、言論、物を言いたいんです、言ってください言ってください、いや何かそれをまとめてね、出版したいんです、やればいいじゃないですか。そういったものだけじゃなくて、その他一切の表現の自由はこれを保障するっていう、すごい素晴らしい条文なんです。で、これを自民党はどう変えるかってことなんですけど、こうなります。新設がされるんですね。自民党改正草案ではこの第1項に加えて2項が新設されました。何と書かれているかって言ったら、これを保障するに続くのが2項が、これ前項の規定に関わらず、つまり分かります、ひっくり返し言ってんです。もういきなりちゃぶ台返しが入ってきてんです。1項終わり、このまんまなんですよ。1項は2項いきなり始まったらちゃぶ台返し、前項の規定に関わらず公益および公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは認められない。これだけ読むと当たり前じゃないって、みんなに迷惑がかかるような人たちは表現の自由なんて認めないよってことを言ってるんでしょっていうふうに読めちゃうんですけど、冷静に考えなきゃダメなんです。何かってここなんです。赤字、公益、公の利益、公の秩序、誰が決めるんですか？あなたが決められますか？みんなで決められる？違いますよね。それを決めるのは権力を持った人たちなんですよ。じゃあ自分たちにとって利益にならないとか、自分たちにとって秩序が乱されるっていうことを判断されたときには、表現の自由そのものが奪われてしまう可能性がある条文なんですよ。これはゴミなんです、はっきり言えば。例えばですよ、
消費税を 25% に上げますって言ったときに、いい加減にしろと、市民の皆さんが怒った、デモをしようぜって、これじゃあもう中小企業持たないよ、みんなの生活壊れてしまうわってデモをする、政権批判の、公の秩序を害するとされたならば、そのこと自体がもう、これ、弾圧されるってことになっていきますよね。誰にとっての公益なんですか、誰にとっての公の秩序なんですか、それを決められるのは誰ですかっていうことを考えなきゃいけない、そういう話です。で、こちら、現行憲法36条、これは公務員による拷問とかを禁止している内容、こういう内容です。公務員による拷問および残虐な刑罰は絶対にこれを禁ずる。どうして絶対なんですか？戦前戦中は公務員による拷問、特攻警察とか残虐な、行為ってものが当たり前のように行われてたわけでしょ。思想だったりとか戦争に反対したりとか、おかしいじゃないか国はって言ったらもうアウトなんですよね。当たり前のようにそういうことが行われてきたから、絶対にこれ禁じなきゃダメだよっていう話になってたのが今の憲法の36条。じゃあ自民党どう変えるんですか。はい、あれなくなってる。何がなくなってます。ここ禁止の前にあった文言戻りますよ。これ絶対にがなくなってるんです。禁止するなんです。だから絶対に禁止じゃなくなったんですよ。いや禁止って書いてあるんやから別にいいやん。だったら禁止のままでよくない。絶対に、絶対に禁止のままでよくない。どうしてわざわざそれ変えるの、おかしくないっていうような、逆に言ったら今ある憲法よりもかなりクオリティが下がる。クオリティだけじゃなくて皆さんに対してこれ逆にやばい状況が訪れるんじゃないかっていうことを思わせるような条文に変わっていっちゃってるってこと。これひどいですよ、はっきり言っちゃえば。こういう自民党の憲法を変え、俺たちはこう変えるんだっつってるものの中で一番やばいものなんですかって言ったら緊急事態条項なんですよってことなんです。緊急事態条項って何ですかって言ったら、総理大臣が緊急事態です今からってことを宣言したら緊急事態になるんですよ。それが自然災害だったりとか武力攻撃だったりとか限定されないんです。一応書かれてはいるけれども、党等しいって書いて党などって書かれてるから無敵なんです。どんなものにでも当てはめられる。じゃあ内閣だけで、閣議決定だけで、あの国葬の強行もあれ閣議決定だけですよね。俺らもうやるって決めましたからっていう話でしたよね。他にもこの閣議決定、内閣だけで決定したものって、武器輸出三原則みたいなものも、歪めていた、あ、武器輸出というものに対しての、タガを外したのも閣議決定だったんですけど、話戻ると閣議決定だけで緊急事態ってことに設定できちゃう。で緊急事態ですよって言ったら何ができるかって言ったらこれなんですよ。赤字のところ、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる。内閣だけで法律と同じ力を持つルール決めちゃえるっていう話なんです。やばいっすよこれ。ルール決めるの誰っていうよりもルールを作るのは誰、国会ですよね。立法府、行政府は国会通じてじゃないとルール作れないんですよ。でもそれすっ飛ばせるんです、国会いらず。自分たちだけでルールバンバン作れるってこれやばいですよ。だって考えてみてください。この30年以上日本は先進国から転落してもう衰退国家なんですよ。そんな国他にある？30年近く賃金下がりっぱなしの国ある？需要が減り続けて海外に製造拠点バンバン移されるような国ある？労働環境破壊されて格差がこんなに広がる国ある？つまり何かって言ったら政治は間抜けなんですよ。そういう者たちに今こんな魔法の杖与える？まずありえない話です。どんなに信頼できる政治家であっても、どんなに信頼している政党であっても、これ許しちゃダメなんですよ。そういう代物なんですね。まあ、様々他にもあります。例えばですけれど、
衆議院議員の任期っていうものをもう事実上永遠に延長させられるような趣旨のものだったりとかね。だから権力はずっと維持されるわけですよ。で、緊急事態的なものが発令されて、それが解除されたっていうものが戦争終わってからなんですって国もあるわけですよ。ナチスドイツみたいな。だからこういうものがゴリ押しされた時には結果何が生み出されるかってことにやっぱりみんなが、考えを広げていかないとやばいことになるってことです。で、憲法9条に自衛隊を入れ込むか入れ込まないかみたいなものさえももうすでにダミーなんですよ。だって緊急事態通ったらそんなこと関係ないですもん。自由にできるんだから。憲法改正4項目出る？でね、この2012年の憲法改正の話がかなり評判悪かったんで、ターゲットを絞ってきました。憲法を改正するのにこの4ついくよ言ってるんですね。1つ目自衛隊の明記、もう1つ緊急事態、3つ目は合区の解消、4つ目教育の充実で、本丸は1個赤字、これが本丸です。どうして4つも出すのかっつったら、憲法改正の議論となった時にたった1つの項目だけで議論していくんだったらこれ議論どんどん深まっちゃうじゃないですか。でもこれが4つだったらばらけるんですよ、薄まるんですよってことです。だって緊急事態っていうものを可能にすればこの1から3、4に関しては自由にできるわけですよね。なんだってルール決められるんだから。一番は緊急事態、これを通したいがためにダミーとして3つを置いている、これが私たちの主張です。絶対に通させちゃやばい、そういう話ですね。で、話を戻すと、共産党がこの緊急事態という部分に対してメインで押し出してないんじゃないかってことですけど、どれぐらいのバランスでやってるかってことはちょっとよくわからないです、はっきり言っちゃうと。で、憲法9条っていうところに、非常に重きを置いてやってるっていうのは、知ってますけれども、でもまあ普通に考えれば緊急事態とてつもないもの、これはやられたらまずいですよ本当に。だって今までの政治で良くなってないんだもん30年。それ与党も野党も一緒ですよ。暴走を止められなかったら野党も悪いし、それを推し進めてきた、当然与党自民党、もちろん3年政権交代とかいろいろありましたよ、民主党とか。でもそんな短期間でしょ。30年日本の国をぶっ壊してきたのは間違いなく自民党を軸とするような勢力なんだから、もちろんその暴走というものを止められなかったのは野党なわけだから、逆に言ったら政治の中で信頼していいものなんて何もないってことです。少なくとも期待は持っていい、で叱咤激励していい、で一緒に変えていこうという気持ちは持ってはいいけれども信じちゃダメだってことです。それは令和新選組や山本太郎も含めてってことですね。そう考えるとするならばやっぱりみんなでコントロールしていくっていうことをやっていくしかないんですね。で、少なくともこの憲法改正っていう部分に関しては国会内は十分に前に進められるだけの数があります。だから国会内でなんとか止めようっていうのはかなりハードルが高いというかほぼ無理だと思っていいと思います。もちろん止めないっていうわけじゃないですよ、止めるための努力はします。でも事実上数は向こうが持ってるわけだからブレーキになかなかならないってことです。圧倒的なんだから。国会の中で止めるという気持ちはあったとしても国会の中でなんとか止めるんだという気持ちでそのままもしも通っちゃった時の皆さんのそこからの立ち直りって難しくないですか。国会の中は通る、その後の国民投票で必ず止めてやるって最初から思っとく方がいいんですよ。国民投票で止めるためにはどうしたらいいかって言ったら自分がスピーカーになっていかにやばいものなのかってことを周りの人にどれだけ広められるかということだと思います。テレビ、新聞、さまざまなメディアは金がある方に流れていきますから、圧倒的に憲法改正はやった方がいいというような、話が広がっていくっていうところにどう抗っていくかって言ったらもう草の根しかないんですよね。そういうことだと思います。だから共産党がどこに、フォーカスしているかということの云々は、なんだろうな、私たちよそ者というかよその会社のものにはコントロールできるものではないので、私たちは憲法改正、その中でも緊急事態は最悪ですということをやっぱり、広げていくということをやっていきたいという話でございました。ありがとうございます。ちょっと長くなっちゃいましたけども、ちょっと